これやるとき、ほんとチョモちゃんさ、マジで無理かもってメール、LINE が来て。はい、じゃあそれをさ。俺は今でも思っている。なんとかこれをやめさせれないかと思っている。くるくるチョモチョモ、くるチョモチョモ、今日はいい日だね。ジョジョ見たことない、くるぶしです。どうも、ジョジョです。嘘、ちょっと待ってすっごいいろいろ考えたと思う。ジョジョは全く関係ないんですけど、ジョジョトークにしとかんよ。全く俺見たことない、ね、俺もやねん。あ、そうなんだ、うん、でも、うん、2人で分からんながら今日はジョジョトークにして終わらへん。ああ、いいね、いいんですけど、うん、今日はね、強烈なネタをね持ってきてますんで。なんだっけ、スタンド、それ分からへん、分かんないけど。いいね、いいね。夏といえばですね、やっぱり、セックス。知らんけど。風俗とかに行きづらい、世の中になりましたけども、変わった性癖の皆さんに、似合いそうなものを、ちょっと一つ買ってみました。食べていきましょう。それがこちらです。女子高生、おならの匂い。うんざい、もうダイヤって。絶対嫌。ほんまに。前回のさ、ジャージの匂いでさ、あんな散々な目にあったのに。ジャージはひどかったよ。でも、いや、ジャージを超えると思うよ。だってこれはもう。でも、おならの匂いってさ。いや、もうダメやって。もう何種類かしかないじゃん。いや、もう無理やね。俺もう無理やね。でもやっぱりこれでしこる人もいる。僕潔癖なんです。でほら、おならはさ、生理現象だからさ、そのやっぱ女の子的にも出したくないけど出ちゃう時もあるじゃないですか。いや、もう違う。さあ、これで慣れればいいじゃない。おなら、俺は何を言ってんだろう。何の説得をしてるの。ちょっとね、パッケージ読んでいきたいと思います。天下の玉トイズさん製の玉トイズ。阪神の日本製。バカなんかな、これ考えてるやつ。ほんま、女子高生特有の匂いを詰め込んだ香りグッズです。適量を吹きつけて少し時間が経つと、あ、本格的な匂いを楽しめます。おならはさ、うん、時間が経てば消えるやん。そうね、これ前回のジャージはさ、うん、もう消えなかったやん。そうね、だからもうこれ一生おならの匂いがしてるってことでしょ。そうだ、やめましょう。これ裏にね、香りの専門家が真剣に制作した本物の匂いって書いてあります。全員打ち来い、マジで。全員正座や。じゃあちょっとね、これを早速、開けていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。やると思った。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。ちょっと待って。でも安心の日本製は分かったよ、玉トイズさんよ。恥じらう女子高生のお尻から吹き出す臭いおならの匂いって書いてある。あ、臭いって書いてある。あ、ごめん、俺臭いまで見なかった。焼肉行った次の日のあれでしょ。でも女子高生はほら、まださ、家族とかでしか焼肉行けないから、多分ケーキ食べたやつ。ジャージ思い出して。48歳のおっさんが履いたゲロの匂いしたよ。あー、ほんとそうだよ。そうね、来ましたよ。はい、どんな中身。今回も開けていきましょうね。はい、まあ、全く一緒ですよ。ジャージと一緒ですよ、全く。ほら、入ってる、入ってる、ずれてるけど。はい、今回もこんな感じで入っております。いや、でもこれでしこるやついるからね。いや、もう狂ってるって。いや、マジで。今回は、はい、このキッチンペーパーにこう、うん、シュシュとさせてもらって、うん、ビニール袋の中に入れまして、はい、行かせていただきましょうか。はい、これソーシャル的にあれやな、2つ用意しましょう。あ、はい、じゃあ、2つ先のセットを用意させていただきましたので、はい、吹きかけていきましょう。はい、吹きかけて何秒やった。10秒。ちょっと待った方がいいんだよね。前もそうやったね。そういえばそうだっけ。時間経ってからもうめちゃくちゃ臭かったもんな。少し時間が経つと本格的な匂い楽しめます。
まあ、3吹きぐらい。あー、これでもし興奮しちゃったらしこり出す可能性もあるから、ね、はい、ちょっと待ちましょう。あ、ちょっと待って、もう1、2、3、4、5。いや、もう来てる、来てる。ちょっと行ってみる。せーのでいきましょう。せーの。オッケー。うわー、マジで気持ち悪い。いや、もうこれ無理やわ。あのね、俺が思ってたおならの匂いではない。いや、もう、いや違うけど、そう、方向性ちゃうけど、うん、めっちゃ嫌なやつやわ。うん、あのね、めっちゃ行くやん。おならではないよ、これ。ちょっともうちょっと、すごいやん。マシマシで言っていい？いや、考えられへんって。俺もうここであかんもん。あのね、部活で超汗だくになった時に雨が降ってきて、生乾きみたいななったユニフォームみたいな匂いする。もう今ここが痛い。大丈夫？全くしこれないね。たまとイズよ。スカートとかにかけてさ、それであの匂い感だ嗅いだら結構気分違う。無理無理無理。一緒一緒。おならってあのちょっとゆで卵っぽい匂いか、ちょっとなんか漬物みたいな時もあるじゃないですか。その2パターンだと思うんだけど、これはね、そのどちらでもない。そうね、おならの匂いじゃないですわ、これは。ただ、ただ嫌な匂い、うん、ほんまにほんまに。女子高生ってこんな匂いするの？おなら。ならばもう女子高生はもう全滅すればいい。はい、ちょっとね、あの女子高生のおならの匂い嗅いでみましたけど、健康に害を及ぼすレベルでちょっと。あの、おなら全く喋んないんですけど、この方。あの、俺はね、なんていうの、本当におならの匂いを想像したが、あ、ちょっとちげえなっては思ったけど、チョモちゃんはその、この匂い自体にちょっとね、やられちゃって、もう20年間喋ってない人みたいな感じになって。やばい。作ったやつ探してあるからね。おならの匂い、を求めて買うのはちょっとね、俺的には違いました、けどまあまあこの絵の感じとかね、可愛い女の子なので、まあ、それでちょっとね、あの想像して、オナニーする方もいるかと思うんですが、1000円ぐらいで、ね、アマゾンで売ってますので、ぜひ、女子高生のおならの匂い、今日デビューさせてもらいました。チョモちゃん、チョモラポイント発表お願いします。チョモラポイント。3点だそうです。3点俺だけでも悪かったと思うよ。お前、はい、ということで今日は、女子高生のおならの匂い嗅いでみた、お送りしました。ありがとうございます。もう今日もダメだね。